トランクで旅するトランカーゆう川崎です。今日のランチ会場はこちらです。新しくできたばかりのヘダンファ館へ。高級ホテルのような豪華なロビー、温泉やサウナ、プール、レストラン、ショップなど備えられた総合サービス施設です。平壌の富裕層しか来れない施設で、1階には海外ブランドのお店がたくさん入ってます。店員さんは美女で揃えてるそうです。化粧品がずらり、ロレアルやランコムのスキンケア用品です。日本のブランドのファンケルもあります。他にはメイベリン、ディオール、ランコム、シャネルなどのファンデーション類が乱雑に置かれてます。カバン屋さん、ハイブランドは置いてなさそう。メンズファッションにレディースファッション、他には子供服屋や時計屋もありました。ゴージャスなエレベーター、中も映像が流れていてすごかったです。プールに見学しに行くと、みんな手を振ってくれました。平壌市民の皆さんはガラス越しなら手を振ってくれます。車の中からなら子供たちも手を振ってくれますが、直だとみんな警戒してきます。しょぼん。豪華な食事室へ案内されました。ここが今日の昼食会場かと思いきや、素敵なお部屋を自慢されただけでした。ご飯はまだなんかあり。こちらも素敵な食事室、ここも紹介されただけで私たちの昼食会場ではなかったです。食事室はたくさんあり、それぞれテーマがあり、インテリアにもこだわりがあるそうです。5階に行くと、キム・ジョンイル総書記が鶏肉を揚げてる大きな写真が飾られてあります。すごく貴重なショットですが、残念ながら写真 NG です。そして料理は科学であり芸術であるという名言を残されたそうです。ここのお部屋の名前はタンポポの部屋です。かわいい。今度こそランチタイムです。テーブルセッティングも素敵。おしゃれなエビの天ぷら、お肉料理。店員さんはすごく気が利いて、ご飯をすべてお皿に取り分けてくれます。至れり尽くせり。北朝鮮といえば松茸。北朝鮮の松茸は9月が旬なので、ちょうど美味しい時期に食べられました。めちゃくちゃ美味しかったです。そしてこれが噂のキム・ジョンイル総書記が作った鶏の唐揚げを再現したものです。さっき見たキム・ジョンイル総書記が揚げている唐揚げの写真と同じです。美味しい。ビビンバ、北朝鮮のビビンバはほんまに美味しいです。スープ、締めのアイス。この時歯列矯正をしていたので、必死の爪楊枝をもらうと、こんな立派な入れ物に入ってました。白く塗りつぶされてるのはなぜ。可愛い店員さんとパチリ。いろいろ喋ったけど何話したか忘れました。レストランのゲストブックに感想を書き込みました。ランチの後は少し自由時間があったので、街中のベンチに座って黄昏れてみました。平壌市民に溶け込めたかな。そしてまだ時間があるみたいで、ガイドさんがその辺のお土産屋さんに連れて行ってくれました。この壺全部タニシでできてます。すごい。2階がお土産屋さんで、1階は庶民が行くような雑貨店なんですが、ガイドさんは渋って1階には行かせてくれませんでした。でもお土産屋さんはもう見飽きてたし、1階に無理やり行かせてもらいました。唯一撮ったコンタクトの写真、狭い空間に生活必需品から電化製品まで置いてあり、ここで前回の動画で紹介した微妙な歯磨き粉を購入。一般庶民が来るようなお店だから、ガイドさんは案内するのを渋ったんかな。知らんけど、北朝鮮には地下道がたくさんあるんですが、右翼の人が見たいと言い出しました。でもガイドさんはかなり嫌そうで、もう行きましょうとその場を去ろうと必死でしたが、右翼の人がしつこく迫ったので、ガイドさんが折れて地下道を見れることに。こんな感じ、何にもなく薄暗いただの地下道です。夜は真っ暗かな。女子小学生が井戸端会議してました。ガイドさんがあれだけ拒否言った割に、普通に綺麗やん。っていうか、お土産屋で時間潰してる暇があるんやったら、軍事パレードしてるところに連れて行ってもらったらよかったやん。ってことで、嫌がるガイドさんを説得して無理やり連れてきてもらいました。キム・イルソン広場です。日本の報道でもここがよく映りますね。足元にはパレードの時の立ち位置の印がいっぱい。ウェディングフォトを撮る人が登場。平壌の人はお祝い事があるとキム・イルソン広場で撮影するそうです。このキム・イルソン広場も地下道も本来なら予定になかったので、自己主張したもん勝ちですね。でもくれぐれも自己責任でお願いします。もっと建物の近くまで行きたいとお願いしたんですが、時間がとか言ってまた渋られました。外国人に見せたくないルートを通らないといけないんでしょうか。知らんけど、アリラン祭もイルカショーも素晴らしくて感動ものだったし、軍事パレードも圧巻だと思うので、死ぬまでに一度は見てみたいです。ちなみに5年後にキム・イルソン広場で年越しをしたので、また動画にします。次回、平壌の中学校を見学する編へ続く。ほら